今帰ったわ。お帰りなさいませ、レイチェル様。お茶のご用意はできております。ありがとう。何か終わりでしたか、レイチェル様。あれが動き出したのよ。高間ヶ原でございますね。ええ。どうなさるおつもりで。別にどうもしないわ。ただただテルミが現れたのは誤算だったわね。珍しい、姫様が弱気になるなんて。今のが弱音に聞こえたのなら問題よ、ナゴ。あなたの耳は役立たずのただの醜い穴だわ。テルミがしゃしゃり出てきたということは、いろいろ厄介なことが起きるでしょうね。はい。困ったわね。本当にそう思われているのですか、レイチェル様。あら、なぜ？たった今、楽しそうに笑っていらしたので。笑ったのではないわ。さっきのはため息よ。これは失礼いたしました。そろそろ行くわ。え、もう行くっすか？まだ何にも食べてないっすよ。戻ってからでも大丈夫よ。バルケンハインのスコーンの美味しさは秀逸だもの。それにしたって姫様、行くってどこに？決まっているでしょう。あの男のところへよ。あの男？バルケンハイン。はい。一つお願いがあるのだけど。何なりと、レイチェル様。私の耳はあなた様のお言葉を聞くためだけに存在しておりますゆえ。起きなさい。さもなければ今すぐそのふぬけた体に腐ったパイを詰め込むわよ、英雄さん。ほら、もうすぐ足元までウジ虫が張ってきているわよ。また貴様か。まったく、こんなところに入れられたままおとなしくじっとしているなんて、よっぽどの暇人か変態ね。何の用だ？それなに？随分と大行な防護陣が張られているのね。転移するのに時間がかかってしまったじゃない。どうやら第七機関にとって、いえ、ここの絵にとって英雄さんは価値があるもののようね。あいにく化け猫の企みになど興味がない。私のことは愚問だな。つまらない答え。あなた、こんなところに閉じ込められて退屈しているのでしょ。
私が遊び相手になってあげてもよくてよ。よく言う。貴様はただ見たいだけだろう。あら、案外バカではないのね。The wheel of fate is turning. Level 1. Action. にゃん、しまっ！なんだ、こうやって出直してきた。何する？シベラル！何する？はっ！なんだ、ちょうどいい。行くわよ。おい、おまかさ。どう？おまかさ。油断は。いくな！おいだ、何それ。こいつ、やっぱりだもん。はじ。どうした？もう終わりか？まだ遊び足りないな。どうやら英雄さんとは趣味が違うみたい。つまらん言葉遊びはいい。即刻この場を去れ。言う通りにするのは不愉快だけれど、まだ今ではなかったのね。ナゴ、ギー。はい。はいっす。少し眠るわ。あとはお願いね。The wheel of fate is turning. Level 1. Action. 何する？立場は脇目なさい。カウンター。ソードアイリス。何？ソードアイリス。おばかさ。ナゴ、おやり、出直してきなさい。ナゴ、おやり、近寄らないで。おいしい。ナゴ、ソードアイリス。出直してきなさい。受けろ。ナゴ、ソードアイリス。近寄らないで。近寄らないで。ナオルタ、おいき、彼、やめるぞ。おまかせ、出直してきなさい。行くわよ。おまかせ、ナゴ、おやり、またいちゃう。ソードアイス、きっとナオルタ、ナオルタ、ナオルタ、おやり、ソードアイス、ちょっと、おいき、出直してきなさい。何それ、近寄らないで。なかなか面白かったわ。心配はいらなくてよ。きっともう退屈はしないでしょうから。どういう意味だ？ノエルが目として覚醒し、時間が動き始めたの。あの子はマスターユニットの目として認識され、永遠を知る者となったわ。何？でも、高間ヶ原は？ええ。テルミが現れ、闇の奥から眠っていた未来を引きずり出したわ。それに加え、今は確率事象の最中。何かあったのか？考えたくないけれど、彼女が目覚めたようよ。なるほど。動かなければならぬ時が来たようだな。あら、それくらいは理解する脳みそを持っているのね。でもまずは、英雄さんがここから出ないとお話にならないわね。拘束陣は解いてあるわ。ここではできない話もあるし。あとは家具土でしましょう。私は先に行っているわ。退屈する前に来てちょうだい。相変わらずここは節操のない町ね。姫様、こんなところで何をするんだい？英雄さんが来るまでの暇つぶしよ。おお、
この店からね。まあまあ、美味しそうな店だね。くぅ、美味しそうな匂い。姫様、早く早く、なんか食べてみるっすよ。ちょっと待った。あそこにいる男。なんだいあの男、ずいぶんちっちゃい女の子を連れてるね。あれじゃないっすかね、姫様が言ってた通りロリコ。なんで殴るっすか。お黙りなさい。さもないとプランクトンの餌にするわよ。どうしたんですか姫様は。急に機嫌が。どうもしないわ。姫様、あの男に声かけないんすか。ごきげんよう、ラグナ。相変わらずの間抜け面ね。うさぎてめえ、なんでここに嫌がる。愚問ね。あなたに私の行き先を伝える義務なんてあったかしら。いや、まあないけどよ。うん。はあ、あなたって本当に愚鈍な生き物ね。いえ、生き物というより生き様が残念な下等な魔物。なんだとてめえ。ほら、そうやってすぐわめく。弱い犬ほどよく吠えると言うけど、少し吠えすぎではなくて。ち、なんだってんだよ。いつにも増してムカつく言い方しやがって。で、そちらはどうなった。は、そちらって。プラチナ。あ、いや、今はルーナーだ。ふーん、やっぱりあなたはロリコンってことなのね。うーい、なんでそうなるんだよ。ロリコンをロリコンと言って何が悪いの。それとも、もう少しわかりやすく説明してあげようかしら。ロリコンというのはロリータコンプレックスと言って。お前ダッセー。あー、ルーナー、やめておきなよ。うっせえ、ダサいもんはダサいんだよ。ジラシーってやつ。そうだわ、ラグナー、あなたにプレゼントがあるの。あ、プレゼント。少し目をつぶってちょうだい。断る。んなことしたら何されるか分かったもんじゃねえ。それにおめえからのプレゼントなんて、どうせろくなもんじゃねえんだ。あ？ふっ。暇つぶしに少し遊んであげるわ、ラグナ。バルケンハイン。ここに、レイチェル様。これの説明をなさい。はあ。では、僭越ながら、私、バルケンハインが説明いたしましょう。たった今、レイチェル様が、下等生物ラグナの顔に装着なさったものは、モテメガネ。その名の通り、かけるだけで、誰でもモテモテになってしまうという世にも恐ろしい魔道具。その効力はこの家具土全体に広まり、どこにいようとモテメガネのラブ魔力に惑わされ、普段は何とも思ってなかった憎い安畜生のことが
恋しくて恋しくてたまらなくなってしまう。それがモテメガネでございます。ちなみにあまりのつけ心地の良さに装着した者はモテメガネの存在に全く気づきません。よくできました。お褒めにあずかり光栄でございます。なんだ今一瞬意識が飛んだような。何を言っているのラグナ。だよな。ん？どうしたルナ、急にうつむいて。あれなんだか胸がドキドキしてるよ。おめえ顔真っ赤だぞ。変なもんでも食ったか。うるせえ、別に赤くなんかなってねえよ。そっか、ま、別におめえが熱出たって腹壊したって俺には関係ねえけどな。そんなこと言うなよ。なんでそんなこと言うんだよラグナのバカ意地悪。おま、何いきなり泣いてんだ。ああ泣かせた泣かせた。俺？おいセナ、中からなんとかしろ。それは多分無理だと思います。なんでてめえ他人事みたいな言い方してんだよ。だってねえ、ラグナのせいだ。ラグナが変なこと言うから。ラグナなんか大嫌いだ、大嫌い、大好き。はあ、何気色悪いこと言ってんだてめえ。うわあ、僕まで恥ずかしい。聞いてる。さすがモテメガネ、そのラブ魔力には誰も抗えないのよ。ラグナすげえ。待て、よせ、抱きつくなったの。ねえあなた、そんなにラグナのことが好き？好きだ。そう、それは困ったわね。なんでだよ。だってラグナは私にぞっこんですもの。え、マジか。マジじゃねえ、嘘に決まってんだろうが。おいウサギ、何言ってんだ。いいのよラグナ、恥ずかしがらないで。さあおい、自分はこの私の忠実なるしもべであると。誰がしもべだこら。ラグナザブラッドエッジ。ラグナはいるか。ラグナザブラッドエッジはここですね。あら、なかなか面白い組み合わせね。いたわ、ラグナよ。散々探させおって。おとなしくしなさい、ラグナザブラッドエッジ。おい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 、いきなり何なんだ。いいからラグナ、何も言わずにこの惚れ薬を飲んで一気に。カモン。よっしゃ。何をするの翔尉さん、薬が吹っ飛んでしまったじゃない。それはこちらのセリフですライチさん、いきなりそんなハレンチな薬を飲ませようとするなんて。案外お子様なのね翔尉さん。愛って時には強引に行かなければいけないものなのよ。は、愛って。はっきり言わないとわからないかしら。私ラグナザブラッドエッジを愛しているのよ。なんですと。ん、今外から断末魔のような声が聞こえなかったか。気のせいでしょう。でもいくら愛してるからって薬はいけないと思います。うん、その意見には賛成だ。そんな方法はフェアではない。どれラグナ、私の飴をやろう。口直しだ。ほれ。
ああ、すまね。やあ！ブロメファ！あら、綺麗なアッパーが決まったわね。よだれまみれの飴が粉々よ。チッ。油断も隙もないわね、博士。なんだってんだ。ラグナ、あなたが今もらいかけた飴には、博士が開発した超強力睡眠薬が入っていたのよ。げっ。ふん、さすがだな、ライチ。そうだ、確かに睡眠薬を混入させてもらった。黒き獣を眠らせるほどの超絶鬼睡眠薬をな。マジか。ここの絵さん、あなた、その睡眠薬をラグナさんに飲ませて何をしようとしていたんですか。決まっているだろう。インフェルノ・ディバイダー、お、エルズ・ファング、して、ガントレット・ハーデス、もう、デッド・スパイク、もう黙らせるほどの既成事実を作り上げるのだ。なんて卑怯な。何と言われようと構わん。ラグナが手に入ればそれでいい。ラグナは私のものよ。ものとか言わないでください。黙れ、ババアども。誰がババアだって。いいですか、この際はっきり宣言しますが、ラグナザ・ブラッド・エッジはすでに私の旦那様なんですよ。はぁ、ひどい。ラグナ、私という妻がありながらなんてことを。よよよよよ、おめえは余計なことを言うな。一体どういうことだ、説明しろ。私、さっき家具土創薬所にラグナザ・ブラッド・エッジとの婚姻届を提出してきました。婚姻届ってどうやってだよ。夏印はどうしたのだ。まさかお前がラグナザ・ブラッド・エッジのハンコを持っているわけではないだろう。ハンコはうちの兵装課に作ってもらいました。何してんだ、図書館の奴ら。もっと他に大事な仕事あんだろ。あらあら、今度は異種間交流ね。君がラグナ君？うわー、すっごいかっこいいね。ラグナ好き、大好き。ちょっとやめてください。ラグナザ・ブラッド・エッジは私の旦那様になったんですよ。素晴らしいわ。彼女にまで影響するラブ魔力を持っているなんて。モテメガネ、私が想像していたよりも強力なアイテムなのね。それは起爆装置。これは家具土創薬所が爆破されたな。そんな、それじゃもう婚姻届出せないじゃないですか。まだ出すつもりだったのか、こすい女だ。わざわざ偽印鑑を統制機構に作らせるなんて、ちょっと引くわね。人として器小さい。尻尾も生えていない半人前のノエルなんて、ラグナ君が好きになるわけないしね。なんですか？みんなしてそんな風に責めなくても。私はただラグナザ・ブラッド・エッジを愛してしまっただけで。今なんて言った？
ジン？え？そんなまさか。なんで兄さんの周りに女がいるんだ。しかも、こんなに大量の。ちょ、お前。なんか目がハート型になって。信じられない。異性だけでなく、同性さえも導いてしまったというの。恐るべし、モテメガネ。兄さんに触るな。兄さんから離れろ。障害どもか。いけない。雪あれさ。モテメガネ、なんて恐ろしい魔道具。老若男女問わずに聞いてしまうなんて。あら？でも、なんで私には聞かなかったのかしら。you